ません、ありがとうございます。じゃあ僕が邪魔になってもらっていきます。エアク映ってるよ、腹出てるよ、腹もう少しお待ちください。作品撮影がいつもできなくて、いつも皆さんがいっぱい前まで来ちゃうので、今回だけやっておこうと思います。 OK、 じゃあ安田くん、最初シャボン玉をこれシャボン玉飛ばしたらこう前にこう上がってくるような形にしますので、それでメモリアリバースタートっていう形にします。なので、最初出すときはスタッフの皆さん最初はそこの位置で、撮影がしたらこう前さっきの定位置へ戻ってください。なのでもう撮影と同時に、始めるような形になります。よろしくお願いします。オンにするのはもう開始のやつを撮るから、本番を撮るんで、やつらたちはそこにセットアップに。皆さんこんにちは。元気がない。こんにちは。こんにちは。元気？ありがとうございます。メモリアルリバースという作品を、作っている作家の大巻です。よろしくお願いします。温かい拍手、嬉しいです。9年ぶりにメモリアルリバース横浜でのパフォーマンスになります。いろんな、世界各地いろんなところで、このメモリアルリバースを、やっております。先月かな、2ヶ月前は香港でやっておりましたし、数年前、オーストラリア、ブリスベン、あと、日本では被災地だとかいろんなところでこのパフォーマンスを開催してきました。2008年の横浜トリエンナーレのタイプクレパスっていう作品の手長い時に、私の、このメモリアルリバースっていう作品は生まれて、横浜からスタートしている作品です。今日はそれで9年目にこういうアートパフォーマンスとして、開催することになりました。ありがとうございます。この後、すぐに、メモリアルリバースのパフォーマンスを30分ほどやって、その後、中野さん、学院の中野さんと、少しだけ15分ほどこのメモリアルリバースについてのお話をさせていただければなと思ってますので、そういう流れで、今回パフォーマンスを行います。よろしくお願いします。メモリアルリバースって言われても何だろうと思われると思うんですけど、簡単に言えば空間をシャボン玉によって光の世界に変えていって、皆さんの記憶の中の、一つに残ってもらえればいいなという作品です。簡単に言えばそんな感じです。もっといろいろ複雑なことはありますけど、それは後でお話しします。じゃあ、もうあれなので、メモリアルリバースのパフォーマンスを始めたいと思うんですけど、カウントダウンを皆さんと一緒にやりたいと思います。やっていただけますでしょうか。イエーイ。
ございます、今日写真撮影される方三脚だけはちょっとあの立てないようにして、バンバン写真撮っていただいて構いませんので、久しぶりに、メモリアルリバースの撮影舞台の方も2008年からの追っかけの撮影舞台の方も何人か見えてるみたいなんで本当に嬉しいです。こうやって僕らの記憶はもう一回再生されてくるので、またつながっていくっていう、そういう面白さがありますね。じゃあカウントダウン3、2、1スタートっていう形でいきたいと思います。じゃあ一回練習しましょうか。いきますよ。一回練習しましょう。声が出ないとこれ出ませんからね。いいですか。 あそこの大道芸とちょっと乗ってちょっと勉強させてもらって、そういうことにしました。皆さん声出してくださいよ。いいですか。じゃあ練習です。いきますよ。3、2、1スタート。まだ小さいな。これはこれはね、多分シャボン玉がポショポショと1個ぐらいしか出ないと思うんで、もっと腹の底から出しましょうよ。日頃ね、旦那さんがこんな夜中に帰ってきて、このこちくしょうと思ってるお母さんとか、ね、子供がうるさいなと思って、ね、もうちゃんと言うこと聞きなさいよって思ってるお母さん、もっと大きい声出すでしょ。出しますよね。じゃあ腹の底から出して、メモリアルリバースを作り上げましょう。いきますよ。せーの、3、2、1スタート。もう一回いくよ。3、2、1スタート。30分間、パフォーマンスは続きます。写真撮影を最初にやりたいので、それが終わったら皆さん近くまで入っていけるとようにします。で、一方通行で、階段側から上の通路を通ってこちらの方へ抜けれるようになってますので、上からの撮影結構風景が変わって見えますので、見に通って見ていただける人はこう通ってください。シギ君 OK だったら OK 言ってね。徐々にシャボン玉が増えていくようになってます。OK ですか。じゃあ、前の舞台の人たち少しずつ下がっていってください。どんどん中へ入れていってください。はい、シャボン玉の機械には触らないようにしてください。できるだけ近くまで、寄れるようになってます。そうですね、上の通路も片道通行で、あっちの、向かって私の方から見えば右側、皆さんから見えば左側から階段上がっていただいてスロープを降りていけるコースができてますので、よかったら見に来てください。それは全部出していいよ。階段の方も登れるようになってます。ベビーカーの方はスロープの方から上がってスロープの方で降りていただけますので、上からの、こっちです。ベビーカーの方はこちらから上がって見ることができます。